フォルクマール・アンドレーエは、スイスの指揮者、作曲家。ベルンに生まれ、カール・ムンチンガーに作曲とピアノを指示し、1897年から1900年まで、ケルン音楽院で、フリッツ・ブリュンや、フランツ・ビュルマーに指示。1900年から1年間ミュンヘン宮廷歌劇場で、コレペティートルを務めた後、チューリッヒの混声合唱団とビンター・トゥールの声楽家協会の監督を務め、 1904年からは、中立比男性合唱団の指揮者を務めた。1906年から1949年までは、中立比東のハーレ管弦楽団の主席指揮者を務めた。1914年から1941年までは、中立比音楽院の院長を務め、また同じく1914年から1925年までは、中立比大学でも教弁を取り、 1915年には音楽学部長も務めている。1920年からはスイス音楽家協会の会長を務め、1925年には名誉会長になった。1923年にはベルリンフィルハーモニー管弦楽団とイタリア演奏旅行をし、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団からはニコライ記念賞を贈られ、就寝客演指揮者として迎えられた。 ブルックナーの解釈者として名高いが、ストラビンスキーやヒンデミットといった近現代の作曲家も取り上げる。作曲活動も活発に行っていたが、作品の多くは合唱団との関わりで生まれたものが多く、合唱曲が多数を占めるという。演奏活動や教授活動が忙しくなるにつれ、作曲活動を行わなくなっている。チューリッヒで亡くなった。 孫のマルク・アンドレーも指揮者として活動している。公共局全集、レデウム・アンドレー・アンド・ウィーン教・キ HMV オンライン。ありがとうございます。